イングランド王国エクスチェッカーノート5パウンズデーティット6オーガスト1697エクスチェッカーとはイギリス政府における用語概念であり中央政府の会計プロセスや政府会計における租税その他の収益を原資とする追悼を行う政府の東西預金口座を指す日本国政府における国庫に近い概念である国としては 最新の政府機関による年次会計報告書、年次財務書表を含む数多くの財務書類で使用されている。元来は、租税、歳入の収集や管理、統治者に代わって行う支払い、公会計の監査などに責任を負った、かつてのイングランドの省の名称だったものであり、その会計責任に伴う司法的な役割も発展させ、 歳入に関係する法的な紛争の審判も言った。現在のイギリス財務大臣の英称にも、その長の称号をそのまま継承している名残が残っている。類似の期間は、後に、スコットランド王国やアイルランドでも創設された。ありがとうございます。